佐藤健一郎佐藤健一郎は、日本の実業家、技術者、ローム株式会社創業者、ロームミュージックファンデーション理事長、東京都出身、父親は新興協楽団のバイオリニスト、母親もことを趣味としていたことから、6歳からピアノを習い、プロのピアニストを目指していた。立命館高等学校、立命館大学理工学部卒業、1954年、 立命館大学在学中に開発した超小型、抵抗器の特許をもとに、京都西陣に東洋電武製作所を創業、1958年に株式会社に組織変更、1981年、社名をローム株式会社に変更、一台でロームを世界的な電子部品メーカーに育て上げる、母校への愛好心が強く、立命館大学ローム記念館の開設など、 多学の出資を行っている。2005年、立命館小学校子ども顧問委員に就任。2010年3月31日をも、2013年、立命館大学より博士を授与される。2016年6月29日に開催された第58期、定時株主総会において、取締役に復帰した。2020年1月15日、京都市内で死去、イノベーションを起こす。 思考の壁を破る企業家の言葉ビジネス哲学研究会 PHP 研究所2011年11月1日佐藤健一郎の賞代表取締役及び取締役の移動に関するお知らせローム株式会社2010年7月4日閲覧第58期定時株主総会決議ご通知ローム株式会社 2016年6月29日閲覧。ローム創業者の佐藤氏。取締役に復帰。粉骨再審頑張る。日本経済新聞電子版。https www. 日経 .com アーティクル。ジャックスラソ0イ 4242720Z20C16A60002016 年6月29日閲覧。 ローム創業者の佐藤健一郎氏が死去88歳、大手半導体メーカーを育てる。京都新聞。京都新聞社。2020年1月24日。2020年1月24日。閲覧。マスコミ嫌いで公の席に姿見せず謎に満ちた。ローム社長が交代。ありがとうございます。